うららチャンネル。こんにちは。今日もうららチャンネルに来てくれてありがとうございます。年末みんなお忙しいと思いますが、お互いに健康で2016年を乗り切っていきましょう。今日のビデオは耳かきと雑談なんですけど、今まだ夜早い時間なんで、途中で雑音とか入ったりしたらごめんなさいね。耳かきと雑談、イヤピック、イヤクリーニング、and my little chat. Yes, you are good. Yes, you are good. で、今年はね、本当にいろいろ年末になってちょっとね、いろいろなことがあって、うららのカミングアウトなんだけど、ちょっとね、ある大きなミスをしてしまって、友人にすごい迷惑をかけちゃったのね。で、その友人からつながって、ちょっと数十人の人に、迷惑をかけてしまって、で、この年末12月のね半ばちょっと過ぎぐらいから、その迷惑かけた人たちのところに、一人一人、メールじゃなくて、ちゃんとお会いして、ごめんなさいって謝りに行ったのね。それでそのほとんどそのお詫びっていう中で、全部終わったんだけど、心から本当にありがたいなって思ったのは、その帰り際にわざわざ来てくれてありがとうって言ってくれたんです。まあ結構長い期間の友達であるので、そのありがとうとごめんなさいが素直に言えるその友情だけど、仕事でちょっと迷惑をかけてしまったので、そういうものに関しても、心よく承諾してくれた、そんな仲間がいるっていうことに、本当に自分の人生ありがたいなって思えた次第で、これからもずっとそういう仲間といろいろやっていけたらいいなって思います。それでつくづく思ったのが、やっぱりそういう仲間とこれから永遠にその自分の人生の終わりが来るまで、仲良く、無理やり仲良くするわけじゃなくて、いい付き合いができたらいいな、で、そうじゃない人とはお互いのために、決別しながら、人間関係、コミュニティ関係、コミュニケーションというものをもう一度見直し、双方にとって有益になるような付き合い方っていうのを考えていく年であったかな。で、来年の抱負っていうのは、さらに音を深く、耳かき、忘れるとこだったね。危ない。それで前回さ、ずっとやらなかったっていうか、
断っていたというか、考えときますって言ってたら、ロールプレイ関係ちょっとね作ってみました。で、多分5話、今回第1話を出したので、まあ、5話になるか3話になるかわかんないんですけど、ドラマ仕立てのロールプレイングっていう風にひらめいたので、ちょっと勇気を持って作ってみました。で、本当はその12月の22日に出した動画で今年終わりにする予定だったんですけど、本当にたくさんの応援とかいただいて、で、ツイッター、インスタグラムの友人だった人から似顔絵まで書いてもらって、あれクリスマスに、リンクを貼って教えてくれて、ちょっと本当にビッグサプライズで、嬉しくて、で、そんな早めに動画を終わらせる必要もないし、時間は作ろうと思えば作れたって思ってさ、あとね、その前の前の動画で、あ、外の風ちょっと強いな、なんか今日木枯らしみたいな感じで強い風吹いてんだよね。でもこの部屋は大丈夫、そう、あとね、眠くなる音とかで、水滴の音とか高周波をたくさん含んだ音、これに関しては、もう数年来ずっと研究してきて、で、将来的にはそのダウンロード販売っていう形にしていこうかと思ったんですけど、やっぱりその単なるエンターテインメントだけではなくて、すごい真剣に聞いてくれている方もいっぱいいることが分かったので、 YouTube でも高音質でアップしました。本当に感謝の気持ちを込めて、で、耳かきと雑談シリーズっていうのは基本的にはその、自分の衣装代わりっていうとちょっと暗い雰囲気あるんだけど、いやもう全然軽い気分で、本当に自分が誰かに伝えたいことっていうのを話したりとか、そんな感じでやってます。 もしかしたらね、今日初めて来てくれた人もいると思うんで来年2017年みんな何か目標を立てている人もいるだろうし、そのまま時の流れに任せて楽しんでいる人もいるだろうし、
うん、僕自身の動画作りの信念というか根幹の考え原因は ASMR、 この ASMR 系をやりながら、うん、ただぼーっとリラックスするだけではなく、あの頑張りを楽しんだり、今更流行らない言葉だけど努力っていうものを本気で楽しんだりして、休む時には上手にリラックスして回復できる、そんな風になってもらえたらいいなっていうのが常にその自分の動画作りの根幹にあるんですね。で、それとあとは自分の表現、何かを表現するっていうものの可能性をまだまだ自分自身でも突き詰めていきたいっていうものがあって、うん、まあ、見る人にとってはちょっと迷惑なのかもしれないけど、まあ、エンターテインメントで YouTube は世界の発信なんで喜んでくれる人もいるので、歌ったりとか踊ったりとかやってます。でもね、その見てくれてる人の中でさ、うん、なんだこんなおっさんに負けてたまるかよとかさ、まだまだこれステップなんか全然甘いじゃんみたいに思ってる人、若い人だったらバン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 ガン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 ね、もっとそういうの見て、なんていうのかな、反面教師みたいにして見てもらって、どんどん上達してくれたらいいなと思うし、で特に若い人に言いたいんだけど、うん、何か自分が目指すものがあったら、命がけでそれにとことん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 向かって、うん、周りに何言われようがとことんやってみるといいよ。必ずそれが君の人生の糧になるから。で、つまずきそうになったとき、またここに遊びに来てくれればいいと思うし、冒頭で話した、まあ、ちょっと、ね、しくじりというか失敗なんだけど、で謝りに行った時に大体平均1時間から2時間ぐらいその人たちと話して、つくづく思ったのが、嫌味、愚痴、泣き言、陰口、そういうのが全然なかったね。ちょっとぐらいあってもね、それは個性だし、うん、そういう気持ちがあってもそれはそれで問題はないんだけど、改めて自分でも思ったのが、うん、泣き言ばっか言ってても始まんねえな、うん、で人の悪いとこばっか見てても始まんねえし、そういうのをまた改めてつくづく自分自身が感じました。
そういうわけで、うん、今年の2016年の最終を耳かきと雑談で、終了することができてすごく嬉しいです。今日来てくれた方本当にありがとうございます。本年はいろいろお世話になりました。2017年もよろしくお願いします。またいろんなわけわかんないことやると思いますけど、遊びに来てくれたら嬉しいです。両耳攻撃、めちゃくちゃ綺麗な耳になった。では2017年もあなたにとって笑顔の多い年で、ずっと笑顔の多い人生でありますように。本当に2016年もお世話になりました。また会いましょう。 See you again, my friend. Yes, you are good. Yes, you are good. Yes, I am good. Yes, we are good.